前回ゲットした初神オメガ、これね正直最初あまり欲しくなかったんだけど、ゲットした今となってはねめちゃめちゃ気に入ってんだよね。ウソランド超気に入っちゃった。それが真のヒーローってもんよ。かっこいいよねウソランド。いやーこれ超気に入った。あとはさ、今日はさ、フジトラを狙いつつこのつながるシリーズのカードもゲットしたいね。あとはね、ナミ姉さんもう一枚欲しいな。ナミロビン姉さんはね2枚ゲットしたんだけど、ナミ姉さん1枚しかないから、ナミをねもう1枚ゲットして、あとバルトロメオ、バルトロメオも超気に入ってる。超かっけえ。いやバルトロメオもな、神だったら最高だったんだけどな。あとはさ、エース、このエースもゲットしたいんだよね。めっちゃかっけえ。フジトラの隣にいるエース、メラメラの実、これめっちゃ欲しいよね。メラメラ、メラメラ最高だよねやっぱな。でも俺が真に欲しいのはやはりね、フジトラ大先輩。いやフジトラ大先輩やばいよ、めっちゃかっけえ。早く実物が欲しい。強いサスケ、一つ目ワンパック目いったぞ。あ、緊張すんね。おー一発目からゾロ被った。ゾロ2枚目、これ繋がるシリーズだよね。繋がるゾロ、よし2枚目ゾロ。お、バイオレット、これキラーでいいよね。マジ可愛いな、バイオレット、美しいよな。可愛いっつうか、可愛い、美しいな、可愛い、美しいわ。本当にダメな男、バイオレットゲット、最高。ドフィー、イケメンさ、ドフィー、究極のイケメンさ、ドフィー。やはりドフィーはノーマルカードであってもめちゃめちゃかっこいいっすね。半端ねえな。よし、あとはまあ持ってるやつかな。うん、あとは持ってるね。よし、行くぜ、行くぞ。あ、緊張すんね。やばいね、やばいね、この緊張感マックス。おお、バルトロメオじゃないですか。2枚目、やったーすげえ嬉しい。バルトロメオ、2枚目バリア、うわーかっこいいな、バルトロメオ。バルトロメオもね、すげえ好きなんだよね俺。2枚目ゲット、ロビン姉さんからの変装セット、ハック、ウィッカー、ボイン、このボイン、究極ボイン、ベラミ、めっちゃかっけえ。レベッカ、このナイスバディ、あざす、もう感無量です。もう感無量です。しかし俺の真の狙いはフジトラ先輩、フジトラ大先輩だからゲットしよう。裏で開けるか、こうやって裏向きでさ開けた方がさ見えないから楽しいかもしれない。しかも最後に来るでしょキラー。よし、セイ、あ、もう全部持ってる。ノーマルカードは多分ね全部持ってるんだよな。セイセイ、さて来るかな、来るかな。おおお、フジトラからのチンジャオ。待って、じゃあこれなんだ、チンジャからのドゥルッドゥルルスルン。ナミネさん来た、いやーマジかよ、やったぜ。ナミネさん2枚目、あ、これ完璧ナミに乗った。しかもチンジャオ初、うわぁ開けチンジャオ、やったチンジャオ初ゲット。よし、これ来たわ。完璧に波に乗っちゃったから絶対に来るはず。あ、逆か。でもこっち向きだとね、開けにくいんだよな。でも開けにくいけどさ、やっぱこっち向きの方がワクワク感が増すね。行くぜ、せい。多分ノーマルはね、すべて持っているはず。だから、もうレアカード、キラーカードを狙って、バンバン開けていこうじゃねえか。つうかさ、ノーマルカード持ってんならノーマルカード見る必要ねえよな。せい、お、なんだこれは、いくぞ、ゲスカー初だ、お、最強の剣闘士キラスの像、初ゲットじゃん。おー、やった、初キラゲット。よし、あとはフジトラでしょ。フジトラゲットすればこのシリーズコンプリートなんだけれども、メラメラも欲しいと。まあこっちから見ちゃうか、あとキラだけだしね。おっと、バルトロメオ先輩ですかこれ。バルトロメオ3枚目だやはりバルト3枚目ゲット。よし、ドフィー、あとは持ってるからささっとちゃちゃいといっちゃって次のに行こう。よし、行くぜ、キラーのレオッツァン。おっと、すらり3時だ、やったぜ、初、これつながるシリーズじゃない。よっしゃよっしゃ、最後に試してみようぜ。3時ゲット、やったぜ。よいしょ、シーザーでしょ、3時ボイン、リッキー、ルフィ、ブドウ、バイオレット脇の下。で、これ、フジトラでしょ。絶対来るでしょ。いつ出るのか、今でしょ。この輝き、ドゥルッドゥッドゥル。ちなみに。あ、これやばいやつじゃないこれ。チョッパーだ！ワンピースプロモーションレア、OPR。おー。おい、俺たちは誰が守ってくれるんだ？かわいすぎる、わたあめ大好きチョッパー。これも初だね。つうかこれ神じゃない、もう神オメガだろ俺。
もうこれ神レベルだよな。やったぜ、チョッパー初ゲット。よし、残りのも一応見るかな。おっと、あ、ハードパンチャーね。ハードパンチャー持ってるから、一応刺さったね。見て。持ってないのもあるかもしんないから。でも多分ね、持ってる。おー、レベッカ。これ最強に可愛いな。レベッカもな、OPR でいいじゃん、もはや。つか、神でいいよね。よし。ラストね、スリーだ。やべえ、追い詰められた。セイト。まさか今回もフジトラ来ない。おー初、うわ、めっちゃ嬉しい。待って、ほんの、腕試し。かっこいい。しかも、キラじゃん、これ。初キラフジトラ。うわ、今回満足した。ありがとうございます。やった、すげえかっけー。なんだこれ、めっちゃかっこいいぞ。属性一つと指定する。このターンの間指定された属性を持つ相手キャラは全てコスト1を支払わなければブロックできない。うわーかっけー。もうデザイン神だ。やったぜー、嬉しすぎる。いやー、もうタンク来たけど、もうね、タンクどうでもいいわ。やった、フジトラ、フジトラの初キャラゲット。いやー嬉しいね、ボイン。やったぜ、形の変態さ、ダガマ、変装セット、イデオン、ゾロ。よし、ラスト2かけるぜ。これにかけるぜ。絶対来る。フジトラ。もうね、絶対来る。キラ来たから、超お願いしよう。いつ出るのが今でしょう。違ったわ。お、ロビン姉さんじゃん。しかも、キラ、初。花花の実の能力。やったぜ。初ロビン姉さん。しかし、ボインだな、おい。しかし、ボイン美女。半端ねえ。背高いし、ロビン姉さん、マジさ、火の打ちどころねえよな。ロビン姉さん、完璧なる美女じゃねえか。ロビン姉さん完璧なる美女じゃねえか、おい。あとはね、持ってる。お、ロビン姉さんね。スタイルいい、ボイン、美人。あ、もう半端ねえ。頭いいしね。半端ねえ。お、フジトラ。いや、でもフジトラナンバーワンかな。すげえかっけえよ。あ、待って、ベラミーかな。ドビーかな。いや、もう好きなキャラ多すぎるな、ワンピース。ワンピース好きなキャラ多すぎるけれども、ついにラストに来た。終わったが、俺、まさか。今回も出ないってな。いや、最後はさ、こっち向きで見ようぜ。もうドキドキ感ますからさ、こっち向きで見ちゃおうぜ。あー、緊張すんね。まさかの。いや、これでもさ、これでさ、フジトラ来たら運命感じねえ、なんかもう。行くぜ。行くぜ、行くぜ。あー、緊張する。さ、ノーマルはね、全部持ってるから。このね、カウンの順番も大事なんでね。一枚でも大好きなキャラが来てくれれば、まあ、ボイン来たからもう全然 OK なんだけど、ドビー来い。あ、緊張すんだ、おい。ラスト2、行くぞ、行くぞ、行くぞ。ハードパンチャーか。よし、最後、お願いしますよ。フジトラ来てくれ、頼む。ルフィか、ルフィか。うん、いや、嬉しい。嬉しいんだよ。うん、ルーシー。ルフィ嬉しいんだけれども、神だし、神だし嬉しいんだけど、これは喜んでいいのか、喜んでいいのか。まあ喜ぼうぜ、もうこれ喜ぼう、素直にね、喜ぼう。残念だったけれども、この輝き見た瞬間、まさかフジトラと思ったけれども、ルーシーだったわ。さあ、いやでもね、神だからいいじゃん。神オメガゲット。やったぜ、初ルーシー。サンジはね、ウソップの隣だわ。繋がったぜ、ここ。ドカシャンドッキング。来たね。で、今回ゲットしたのは、バルトロメオ。バルトロメオ2枚来て、合計3枚になったからね。バルトロメオ嬉しいな、これ。で、チンジャオ、初キラ。ドンチンジャオ、これは嬉しいね。で、初キラのキロスゾ。で、チョッパー。この可愛さ見て。マジ可愛いな、渡辺大輔チョッパー。やったぜ、チョッパーの OPR。来たね。この輝き、もう神だろ、これ。神クオレベル。で、ナミさん2枚目ね。いやー、ナミさん嬉しいね。ナミ姉さんマジ可愛いっす。で、神のルーシー。で、今回一番気に入った、ドゥルッドゥッドゥルルー。フジトラでしょ。これダントツ気に入ったわ。いやー、かっこいいね。フジトラマジバレーかっけ。ほんと大好き。いやー、早く神欲しいな、フジトラの。今回も出なかったな。くっそー。メガルカリオも来ねえし、イベルトラも出ねえし、欲しいカードがマジで来ねえ。なにこの運なさを。ははははは。マジで運なさすぎだろ。まあしょうがない、また次回な。次回に繋いだから絶対次回は出るはず。まあ次回にかけようぜ。次回また次回ね。フジトラの神オメガでお会いしましょう。最後はね、ゲットしたばかりの神バイバイでしょ。やっぱり神の輝きすごいね。これでウスランドとルーシー揃ったわ。いや来た、やっぱさすが神。この輝きが半端ない。見て、ほら、ダブル神。うわ、すげえ輝きパないね。いや、このクオリティのペローナとかレベッカとかさ、シラオシとか、あったら死ぬるんじゃないのこれ。マジ欲しい。